い、皆さんチェース。はい、タイトルにある通りですね、ガチャガチャのランダムレイヤーコレクションボリューム7ということでね、今回やってきましたが、ちょっとね、まあそれを見せる前にですね、ちょっと今回ストーリーがありましてまあちょっとですね、まあ地元に、まあ、ちょっとねお話をしますと、今ランダムレイヤーこちらですね、こちらのランダムレイヤーが、まず店舗が予約してで仕入れてから、お店の中に出すという順番がありまして、でまずそのお店が仕入れるまでの時にですね、僕の地元の大きい場所ではほとんど仕入れができてない状態で、なんでそうなってるかっていうと、もう任天堂スイッチ状態で、もう在庫がない、物がない、加工が追いついてないということで、まず店舗に置かれてない場合が結構あったらしいんですよね。はい、てかもうあったんですよ。もう地元で地元全滅してたんですよ、どこもかしこも並ん置いてなかったんだよね、そのランダムのガチャが。でまあうちの実況とか動画によく出てくれた赤間いるじゃない、まあ通称レッドデビルっていうんだけど、その方がね、ガチャ見つけたよって言って、見つけたよっていう時の写真はまあなかなか量があったんだよ、なかなか量があったんだよね。で、おマジ余ってんじゃん、今から行くよっていう、その時間が夜の11時、の時にまあその写真が来て、じゃあ行くわってチャリ漕いで橋またいで、ですごいガンダッシュで行ってたんだけど、でまたメールが届きます。でその時にこちら、はい、残り3つしかないと、残り3つですね。はい、なんでかというと、あの赤間なんと12連回しやがって、ネメシスしかも2中愛中ゲッチョしちゃって、でおいおいと。でもまああと3つ余ってて、まあ上の方見てもらえば分かる通り、一番上にネメシスが残ってたんですよね。はい、で残り3つで、あと俺そのお店までに結構何十分もかかる距離で、であと1人その前に立たれたらもう終わりじゃんね。でもう焦って、もうこれでもかってくれ、大人の超全力のガンダッシュ、チャリンコ漕いで、もうお風呂入ったにもかかわらず夜にね、外出てチャリンコ漕いで行きました。で着いたらお見事にまあ3つ残ってたんですよ。はい、これ来たと思ってお財布見ます。おっと小銭がねえとな、おっと小銭がないと、ちょっとレジに両替しに行こうかなって行くじゃん。で帰ってくるじゃん、戻ってくるじゃん。そうするとガチャガチャの目の前に人が立ってんの、お兄さんが、多分俺と同いくらいかな、20代前半くらいのお兄さんが立ってて、思いっきりガチャ回しだね。そう、ランダムレイヤー7、回しちゃってて、おっとっとって思いながら、ちょっと何その人に見つからない程度のさ距離感で、お店の棚の後ろに俺ちょこっと隠れて、チョッパー状態、こんな感じ、そう、この画像みたいな感じになってて、でしたら2回、3つは持ってたんだけど、2回回した時にその少年、お兄さんが小銭がなくなっちゃったみたいで、両替しに行ったんだよね。はい、来ました、はい、来ました、ということで僕がそのままダダダダと走って400円ザザザザッと入れてガチャッと回した動画こちら。はい、ってなわけでね、今流れたと思います。回して撮った時にはもう後ろにそのお兄さんがいたんですよ。もうガン出してる動画切ってそこに逃げましたはい、お見事に、ラスト1個ということでゲットしました。お話が長くなり申し訳ございませんでした。これをね回して出した時に、多分ねこの動画のボイスでは入ってなかったと思うんだけど、小さな声でほっていう声が入ってたんですよね。入ってたって聞こえたんですよ、そのお兄さんがね。あと1個ね、必ずもう当たる確定の時に両替しに行って帰ってきたら他の人に奪われていたというね。どうもいや、ごめんな、俺が取っちまった、ネメシスありがとうございます。ネメシス、そして情報をくれたレッドデビルさん、本当にありがとうございます。
というわけでね、早速開封していきましょう。まあね、そうだね、開封しながら語るべきだったね。うん、そうだね。うん、でまあベイコードもちゃんと入ってます。なんで見せないかというと、あの俺今編集してるだろうから、この動画アップロードしてる時には編集終わってるけど、多分他の動画を編集してるからこれ読み込んでないんでね、だから見せません。見せちゃえバカ野郎。他のやつがやっちゃうでしょ。はい、シールがね、1、2、3、4、5、6、6枚、結構単純ですね。でこいつのレイヤーのシステムどうなってるのって、こいつは顔が動く顔が動く、なんか顔動くんだけど、ここ見るかな、ほら顔が動くの、ほら中の顔が荒ぶってる。これがゴッドレイヤーシステムね。顔が荒ぶる。なるほどね。その顔が荒ぶったあの効果で相手を威圧するっていうやつですね。なるほど。そんなバカなことあるか。はい。すいません。どこだゴッドレイヤー。どっか動くのかな、まあ、動かないんじゃない、動かないの、まあ、無理やり動かしてもね、良くないですからね。まあ、調べておきます。なんならちょっと皆さんね、このレイヤーはこういうシステムなんだよっていうのを、知ってましたらコメントください。ではね、ちょっとねこいつカスタマイズしていきましょう。ちょっとねシールは後々っていうか多分次回からの動画に出てくると思います。そしてこれつけて、でその上にこれつけて、紫重視ででこれにしますからの軸先はこちら、まあドライガーの軸先ですね。ほい、これで組み合わせ、ロックはなかなか硬いですね。素晴らしいカットで、しかも結構円形ということで、多分ねこれあのオーバルあたりをつけるとなかなか軽くあるかもしれません。では早速回していきましょう。はいはい、ちゃんと尾の上にしてね。はい、なんといきなり初っ端が、スプリカの先輩とでナッスイン、やっていきましょう。こいつどっち回しだ、知らない、俺も知らないまあ普通に回せるんじゃないかな。 OK OK、 いきます。 3,2,1 ガシッ、おおおお、激しくぶつかっていく、おーおーおーおお、なんか下打ちしてるような音だな。おーおー、どうした、大丈夫、おー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 、時給がある、やっぱりね。おお、ノーロックだし、外れてた1個、マジか、うん、ノーロック。ちょっとじゃあ他の出してみようか。スプリガン2買った、素晴らしい。何がいいと思う、何がいい、うん、じゃあキラーデスサイザー、ほい、オッケー、かかってこい。おーおーおお、いきなりいい感じよこの子、よかったね。うん、3,2,1 ガッシュ、斜めにするの忘れたな、来たな、うん、忘れた。でもいい感じに当たってる、おおおお、今重かったね、うん、でももうダメ、今いい感じにゴッドレイヤーシステム発動してキラーデスサイザーの2連撃が一撃で来たんだろうね。でもそれも耐え抜いたこのネメシス、しかも1ロックしか外れてない、3ロックっていうね、そっちが、うん、素晴らしいねこいつ、強すぎじゃないってこのカスタムがいいのかもしれないね。他今のところ無勝じゃねえ2勝0敗無敗だね。お、アルクロさん出します、クロノスで行ってみよう。アルクロさん、しかもゴッドチップを変えています。さあどうなるか、おお、こいつ優秀じゃねえ今んとこ、優秀だよ優秀だよ優秀だよ3,2,1 ゴッシュ、優秀だよ、君は本当に優秀だよ、蹴散らせ、いけアルクロさん、なんてやっちまえ。んー、でも崩れてきてんだよねアルクロさん。おお、これ時給やっぱあるな、しかも火力もあるぞ、うん、おお、マジ、うん、ノーロック、ノーロック、そっちが、うん、やばくね、やっぱりねゴッドレイヤーシステム、顔アラブルがね結構威圧してるんだろうね。なんだろうねこれこいつどこ動くんだろう、ちょっとよくわかんないけどね。ちょっと他、うん、じゃあレジェンドゴッドベイ出してみて、はい探せ探せ、はい探せ、ほい、はい見つけた、うちベイブレード多いからね、なんなら3桁いってるからね。はい、これは斜めめんどくさいんだろ、わかんないから、3,2,1 ゴッシュ、斜めに気づいた、うえ
ばいウェイやばいやばいやばいノーロック。思いっきり床削ったな。床削ってたね。うん、ガリガリいったもん。やばい、この荒ぶる顔。顔は荒ぶるの？いや、顔触ったらさ、動いたんだよ。ん？うん。あ、素晴らしいね。じゃあ逆に使ってみて、こいつをちょっと倒してみよう。今のところそいつ無敗だから。そうね。でしょ？うん。そいつを僕の愛用スターセイバーでやってみたいと思います。ちなみにフルガチモードでいくぜ。うん、うん、いくよ。3、2、1、ゴッシュ。おっしゃー、一撃。でも多分ノーロック。外れてない。ただ単に追い出されただけ。こちらワンロック。いやでも今ちょっと気持ちよかった。よかったね。すっげーニコニコだもん。相手なわけでね、何の宣伝だよ。はい、ありがとう。はい、というわけでね、ネメシスなんですけれども、これね、やって損ない。うん、これやたら強いですね、マジで。まあレアだけありますよ。あとこの紫と黒のこの何威圧感、そしてこの顔の荒ぶるこの威圧感、このダブル素晴らしいですね。まあカスタム僕ねこうなってるんですけれども、よかったらね皆さん真似していただけるとさっきのようにね結構勝ちが多くなりますね。まあただね僕のスターセイバーには勝てなかった。ちょっと嬉しいね。はい、というわけでね、今回、ネメシスさん当てましたという動画でした。ね、これからもねベイブレードの動画随時どんどん上げていきたいと思いますんでね、よかったら高評価、チャンネル登録、コメント等々よろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみにしていてください。以上。